チャンネルクララをご覧の皆さん、こんにちは。今日もこの時間がやってまいりました。はい、今日はですね、夏休み特別企画でございます。じっくり学ぼう、この世内閣、歴史に学ぶ日本の滅ぼし方講座でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この世内閣といえば常念先生ですね。そうですね、本当にね、もういやいや、ね、この絵内閣巻きみたいなね。何なんすか。いや、こっちが言ってんすよ。なんで打ち合わせ通り本当にやろうとして自爆してんすか。いや、今更この絵内閣巻きもないでしょ。東条内閣初期ですか、ね、いや、もう本当東条内閣初期か。下手すると鈴木貫太郎内閣じゃないかとね。ところがですね、鈴木内閣来ないうちに片山内閣が来るんじゃないかと、ね、ああ、そういう噂もあります。片山さつき内閣、ね、恐ろしいんですよ。恐ろしい内閣が、ね、ありますけれど、はい、今日はこの絵内閣、この絵内閣、はい、あ、ちなみにあの全くですね、打ち合わせしてない桜林さんに解説しておくとですね、もう相変わらずこの絵内閣マッキーですねっていうのが常念さんの決め台詞だったんです、はい、国会にも言ってきちゃったんですね。言ってきましたね。しかも2回言ってきました。1回じゃないです、2回言ってきました。2回呼ばれてる。週3で言ってきました。相変わらずこの絵内閣マッキー、ね、そう、この絵内閣マッキーみたいになっちゃうよと、はい、ね、誤った情報で決断するとね、はい、この絵内閣みたいになっちゃうからいけないよと。そうですね。なんでこの絵内閣みたいになっちゃいけないかというとね、この辺の方に書いてあるんですよ。どうぞ見せてください。大東亜戦争とスターリンの攻略、ね、これいい本ですね、三田村太郎先生、はい、そして私が地政学にね興味を持つこちらの名著ですね。名著、はい、そして幻の記書ということでね。何がすごいって自分で記書って書いてる。いや、すごいです。中川先生見てますかって。見ますか。大好きです。これ実はベノナ文書が出る前にもう絶対こうに違いないっていう思い込みぐらいな感じで書いたから全部当たっちゃったから。奇跡の本なんですよ。このフミマラとフランクリン・ルーズベルトはアメリカソ連のスパイだーって書いたら、うん、もう何の根拠もなかったんですよ、その言った時はね。だけどボロボロ証拠が出てきちゃった。知ってたんじゃねえか中川先生みたいなね。もしそうだとしたらすごいですね。超能力者ですからね、ね、すごいですね、うん、はい、はいはい、で、なんでこの絵内閣かっていうとですね、まあ、本当は戦争をめった反省をしなきゃいけないということを常念さんが言い出したの覚えてます。そうですね、はい、ネオ東京裁判をやりましょうと、ね、東京裁判っていうのはその、まあ、戦勝国が、うん、まあ、勝手にね、事後的に法律を作って、うん、日本人を裁いたわけですけど、やっぱ日本人自らの手でね、この大東亜戦争失敗の責任ね、だって勝ってないし失敗したじゃないですか。アジアの解放がとか言いますけど、いや、自分の国滅んでどうすんだよと。大日本帝国も繁栄してアジアも解放すればベストだったでしょ。で、自ら滅ぼすようなことをやって、まあ結果的にアジアの解放って言ってもね、半分共産主義になっちゃったわけですから、失敗ですよね、これもね。だ、そこはやっぱしっかりその、まあ、事実をね確認して、誰が本当にこの日本を滅ぼしたのか、ね、ネオ東京裁判やらにはいかんと言ってたんですよ。それにはもう真夏の怪談としてこの絵内閣やんなきゃいけないじゃないですか、はい、じゃあこの絵内閣ってまず何なのかっていうね、はい、これすごいですよ。もうこれだけで十分です。お腹いっぱいです。もう史上最低の民主党内閣なんて甘いですね。甘いです。鳩山、菅、野田、3人足したってどれか1回にかなわないぐらいすごくない。甘いっす。まずは第一内閣で品事変やってます。そうなんです。で、それで嫌がる参謀本部を朝日新聞使って無理やり戦争に引きずり込んで全面戦争を始めて、で、和平派のふりして本当まとまりそうになったまとめようとした外務大臣をクビにし、 そ、ね、そしてあの近衛声明って言ってぐちゃぐちゃにして、もう蒋介石相手にしないとかね、もうむちゃくちゃですよ、まあ、これもゆっくりやりますけど、まあむちゃくちゃにして解決しようがないようにして退陣、投げ出し。そして戻ってきたら散々それまで引き延ばしてきたドイツとの同盟、三国同盟やっちゃってですね、で、それでいきなりやっぱりあの和平派のふりしてですね、あのアメリカの話をまとめようとした松岡外務大臣をですね、クビにするっていうですね。そしてあの対米開戦がもう戻れないところまで来てから全部東条英機に責任を押し付けるっていうですね。すごいですね。もうまさにあの最初のサブタイトルの歴史に学ぶ日本の滅ぼし方。もう民主党は売国党じゃないですよ、ただのバカだったの。お前ら本気滅ぼしかったよ、これ滅ぼしたかった、これぐらい強いやってみろ、キャッチボールみたいなね。本気やられてたらこういうことだった。そう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 。ちなみにこのシリーズであの台本書きましたけど、はい、もう序の口だけでげんなりしちゃいました。はい、お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。はい、ということで、はい、次いきますとですね、はい、まずあの
今日はこの踏み頃ってこんな人1、2までですね、はい、なんですがまずですね、あの明治24年生まれ、あの五関って人この駅に生まれるんですね、はい、でお父さんの集まろっていうのは大アジア主義なんですよ、はい、そうですね、アジア主義者のこの人の名前出てきますね、そうですね、はい、でそれでとは論文書院なんかね作ったりして、はい、西園寺金持ちリベラル派だったんで性的だったんですが、うん、まあその集まるが若くして年齢見るとですね中学生ですね、お父さん亡くしてるんですね、うん、で中学は学習院、高校は一高ですね、東大なんですけど、はい、であのなんかあの急に気が変わってですね、なんかあの京大に行きたくなってですね、あの木戸光一公爵とか原田熊男爵、これ西園寺サンバガラスって言われたね、はい、であのこの2人、木戸光一が結局終戦の時まで宮中で内大臣やって仕切ってて、はい、で原田男爵っていうのは西園寺元老の秘書で、でこれで木戸と原田が仲良くなって悪くなってもあのこの絵とは繋がってるっていうね、なるほどね、であの毛利千代子さんという大名の毛利家です、はい、でこの人と学生結婚し、はい、で普通の初任給サラリーマンの初任給の3倍ぐらい仕送りもらってたんで、全然学生結婚に見えなかった、子供手当みたいなやつですね、元祖子供手当、元祖子供手当、元祖子供手当の子供ですね、はい、でそれでよくあの社会主義者の川上はじめに教えを受けたっていうのは強調されるんですけど、はい、哲学者の西田喜太郎ってあの禅の研究の、おい喜太郎っていう、いやいや絶対違うと思うどう突っ込んでいいか分かんない誰もが一回あのやるギャグですね、高校生級ですよ、さ全国の高校生が、あ、ジョーネンさんも同じことやってるみたいな思ったのですよ、いやいやいや、はい、もうね、はい、若い世代、ちなみにこの西田喜太郎先生が、はい、あの大東亜共栄圏の、はい、あの起草したんだね、なるほどね、大東亜共栄圏思想の西田先生書いてくださいとか言って、で東条内閣にも関わったりして、なるほど、で、25歳になったところでお父ちゃん死んでたんで潰しかかったのが公爵と貴族院議員、なるほど、でですね、あの、まあ、西園寺に可愛がられるんですけど、はい、あの学生時代になんか60の西園寺が25歳の学生20代の学生の子にカッカカッカっていうすごい気持ち悪かったんですよ、俺はなんであのこんな生まれながらにしてこんな特権持ってんだみたいなですね、あの太宰治病ってやつですね、生まれてきてすいませんっていう貴族様特有、若者特有、なるほどね、はいはい、であの日本および日本人って雑誌、右翼雑誌にですね、はい、英米本位の平和主義を廃すっていうですね、はい、まあ、思いっきりあのアングロサクソン陰謀論全開のですね、いますね、そういうなんか偽装保守屋さんみたいな、あ、いますね、とにかく反米を言うのが保守なんだみたいな走りです、あ、この踏み場なんだ、そうです、お、元祖ここ、元祖ここです、じゃあ反米ばっかり言ってる保守の人はじゃあこの FMI マロです、仲間ですね、仲間です、危ないですね、危険な奴なんですね、はい、やっぱりね、でそのさっき言った原田男爵に、はい、あの譲ってもらってベルサイユ会議の図印として西園寺全権と一緒に行ったんですよ、はい、船の席でお前この辺何やってんだって説教されたんですよね、へー、でそれでますますやっぱり英米にこびるリベラル派はダメだみたいな信念が内心を持ってたらしいですね、はい、はい、であの貴族院の若手としてですね結構台頭してて、はい、研究会っていうですね、はい、あの最大派閥があったんですが、はい、そこをですね離脱して歌謡界っていうのを結成してですね、はい、で貴族院改革運動とかやってたんで、はい、なんかあいつは若くて改革派だと、なんかそういうブームありましたよね、ありましたね、あの熊本県の知事から、はい、なんか改革派をして、こいつの孫ですねそうですねこいつの孫ですなんか全然あの反省しないで、はい、あの名門っていうだけ で、ね、人気で、なんかあの都知事選挙に出て暴力も玉砕したあの人ですよね、はい、そうですね、はいはい、それでですね満州事変後の昭和8年にはですね、はい、貴族院議長になるんですよ、副議長から、はい、でそれで昭和研究会というですね、出た、これまあ次回やりますけれども、はい、そういう出た昭和研究会っていうのを、ね、ショッカーみたいな、ショッカーですね、悪の、ね、秘密結社です、はい、でそれでまあ226事件の時にもう、はい、ね、もうこうあんたしかいないからって言って、あの西園寺があの首相に総選したのに、はい、私は病気なんで体の自信がありませんって言って断るんですね、一番大事な時に責任から逃げるというですね、なるほどね、なんでこんなやつに期待しちゃったんだろうという、まあ、ざっとこの FM マロって、まあ、あのこの内閣できるまでこんなやつですね、なるほど、まあ僕でもないやつでしたね一言で言うと、はいはい、なんでこんなやつが人気出るのかっていう話になるんですよ、はい、なるほどね、まあ中二病みたいなやついっぱいいますからね、そうですね、今でもいるでしょ、そうですね、まあそんなもんですよ、ね、はい、アメリカ嫌いみたいなね、反米言ってりゃそれで保守、まあ、楽な保守ですね、それ随分ね、楽ですね、そんな問題単純じゃないんですけどね、で学歴貴族でしかも、はい、家柄まであって、はい、で金持ち、金持ち、はい、
で、見た目がそこそこ良くて、喋りが上手くて、文章がそこそこ達者で、なるほどね、はい、なんかいつの時代の話をしてるの、元祖ルーピーですからね、これ元祖、いや、ルーピーの30倍ぐらいすごい人ですから、元祖ルーピーの30乗みたいな、そう、30乗、倍じゃなくて乗ですかみたいな、はい、何の不自由もなく、育ってきたわけですね、はい、はいはい、ということで、初回はこんな感じで、はい、いきましょうか、はい、軽く、お楽しみということで、今日はこの辺で、どうも。